もし街で指名手配犯とすれ違ったら、あなたは気がつく自信はありますか？1974年12月23日、東京都江東区。午前3時10分、眠りについた街に響いたのは巨大な爆発音。土煙が舞い、パラパラと瓦礫が降り注ぐその光景を若者の集団が少し離れた位置から眺めていました。やったぞ、成功だ。大手ゼネコン鹿島建設の資材置き場を爆破した彼らの正体は東アジア反日武装戦線のメンバー。当時日本を騒がせていたテロリスト集団でした。この年の8月から都内では旧財閥系企業大手ゼネコン社屋などの爆破事件が立て続けに発生。その全ての爆破事件を企てたのが狼、大地の牙、サソリの3グループからなる東アジア反日武装戦線。彼らは翌年の5月まで最終的に計12件もの爆破事件を起こしたんです。事件後主要メンバーは次々に逮捕され、組織は壊滅状態に。しかしそんな中でただ一人捜査の目をかいくぐり逃げ続けた男がいました。その名も桐島聡。その後50年、全国指名手配されながらも一切行方知れずだったこの男は2024年1月、自らその正体を明かしたんです。犯行から50年、逃げ続けた全国指名手配のテロリスト桐島聡はなぜ人生最後にその正体を明かしたのか。あまりにも長い逃亡生活の中で、桐島が周囲に見せていた一人の人間としての姿とは。おそす、腹筋ローラーマジきつくね。ケンちゃんです。続いてるのね。一度会った人の顔は絶対に忘れないヤミコです。一度会ったやつの腹筋全部俺覚えてるわ。キモ本日は今年2024年1月に発見され話題を集めた桐島聡について。これですね、指名手配のね犯人だったんですけど、まあ、メトロの皆さんもねポスターとか見てね、結構なんか見たことあるこれって人多いんじゃないですか。俺誰もが一度は見たことあるんじゃないってぐらいさ、駅の構内とか貼ってあったりで、でも本当に風評被害甚だしいんだけど、宮川大輔さんにちょっと似てたりするのもね。似てるわ、ね、メガネとかが、でもあれ50年前でしょ、50年も行方分からなくても海外逃亡してもう絶対見つけられないみたいなことも言われてた中で、病院でしかも自分から名乗り出たんでしょ、もうなんか最後の諦めだったのかってことなんですけど、まあ、そもそも50年何してたかっていう話ですよ ね。そしてね、そのなんか顔は知ってるけどどんな犯罪を犯したかって知らない人もね多いと思うんです、はい、なので今回は撮影がね今日2月の、まあ、4日なんですけど、その時点での最新情報をねお届けできればと思います。犯行から50年後に突如現れた重要指名手配犯、その慣れの果ては非常に力ないものだったんです。うずくまる老人。2024年1月、舞台は神奈川県藤沢市。大丈夫？どうしたの？住宅街を歩いていた男性の前には苦しそうにうずくまる一人の老人が。近隣で暮らしていた男性はこれまでも老人とたびたびすれ違っており、その顔も見慣れていました。老人は歩くのも困難な状態だったため、男性は彼を自宅アパートまで介助。内田博士と名乗るその老人が病院へ搬送されたのはそれから間もなくしてのこと。1年前から胃がんの治療で通院していた内田は保険証を持っておらず、かねてから自費診療を選んでいました。あまり裕福ではなかったため治療も十分には行えず、症状は悪化の一途をたどっていたんです。病気の影響から痩せ細った彼は自称する70歳よりずっと年老いて見えました。その後内田は鎌倉市内の病院へ入院。内田は眠っている時間が多く、起きていても寡黙だったと言いますが、入院から数週間後看護師が声をかけると珍しくこんな反応を見せたというんです。もう長くは生きられないんですよね。内田が気落ちしないように看護師は話をはぐらかそうとしますが、彼は続けてこう言います。最後は本名で迎えたいんです。私の本当の名前を聞いてくれませんか。私は桐島聡です。看護師はその場ではピンとこなかったと言いますが、スタッフルームに戻った際スマホでその名前を検索し、桐島聡が何者なのかを確信、病院から警察へ通報が入る運びとなったんです。自身の死期を悟り正体を明かした桐島聡という男、この男は一体どのような犯罪をしでかしたというのでしょうか。1974年8月30日午後12時半ごろ、東京丸の内三菱重工本社ビルの守衛室へ一本の電話が入りました。三菱重工前の道路に時限式爆弾を仕掛けた。付近の者は直ちに避難するように。これは冗談ではない。電話の内容はいわゆる爆破予告。電話交換手はいたずら電話と捉えすぐに電話を切りますが、その後2度も同じ内容の電話がかかってきたんです。そして最後の電話からわずか4分後、
東京の街に鳴り響いたとてつもない轟音。9階建ての三菱重工本社ビルをはじめ、表通りの通行人や車両、街路樹などを全て吹き飛ばしてしまう三菱重工本社ビル爆破事件が起こってしまったんです。事件を企てたのは当時過激派集団として世間を騒がせていた東アジア反日武装戦線のメンバー。死者8名、重軽傷者376名を出したこの事件は、この組織が起こしたテロの中でも最大規模の被害を出す事件となりました。東アジア反日武装戦線はこの2週間ほど前に昭和天皇が乗車した列車の爆破作戦を計画していましたが、計画は失敗。そのために用意されていた威力の高い爆弾が転用され、三菱重工本社ビルの爆破事件では多数の被害者が出る結果となったんです。これが霧島が所属してた組織が起こした事件なのよね。本当これ今の日本から想像つかないような事件よね、こんなテロが起きるなんて。これね、どれぐらい大きかったかっていうと、そのオウム真理教の地下鉄サリン事件が起こるまでは、この事件がね、一番でかいテロの事件だって言われてたんですよ。そんなね、東アジア反日武装戦線において霧島はどんな立ち位置だったんでしょうか。東アジア反日武装戦線の創設者は1970年当時法政大学文学部に通っていた大道寺正史。学生を中心としたいわゆる学生運動の集団でした。当時はベトナム戦争反対運動、中国の文化大革命、フランスの5月革命など学生によるデモ活動が世界中で勃発していた時代。その風潮を受け、日本でも多くの学生が武力によって社会を変えられると信じていたんです。中でも東アジア反日武装戦線がやり玉に挙げたのは、太平洋戦争以前アジア諸国への侵略行為を繰り返してきた日本の歴史について。彼らは旧財閥系企業や大手ゼネコンはこれらの戦争で利益を得た企業だと主張、日本の帝国主義の影響下にあるこれらの企業を破壊しなければならないという思想に行き着いたんです。なんかよく意味が分かんない、到底納得できる理由じゃないんだけど、要するにこれって戦時中からあった大企業だからってだけで攻撃したってことでしょ。大体合ってます、日本をね、戦争加害者にした一味がまだ残ってるみたいな考え方だったんです。こうして1974年8月30日、東アジア反日武装戦線は三菱重工本社ビルの爆破を決行。この事件で一気に注目されたことで、集団には加入希望者が相次ぎました。東アジア反日武装戦線はそれまで狼という単一グループで活動していましたが、このメンバー増加に伴い第一の牙サソリのグループを新設。この時サソリのメンバーとして新たに加入したのが霧島さとしでした。サソリというグループ名に込められていたのは、小さな組織の目録で大きな建設資本を倒すという願望。サソリはここから鹿島建設爆破事件、狭間組関連施設の爆破事件、韓国産業経済研究所ビル爆破事件など計5件のテロを起こしていきます。1974年12月から翌年5月にかけて勃発したこれらの爆破事件では、全治3ヶ月の負傷者が1名、幸いにも霧島が所属するサソリが起こした事件で死者は1人も出ていないんです。じゃあ何、東アジア反日武装戦線は、たくさんの人を殺したわけなんだけど、霧島自身で行くと一人も殺してないってこと？そうなんです。テロをね、起こしたことは変わらないし、決して許されることではないんですけれども、一人もね、殺していないこの霧島さとしが50年もね、指名手配され続けるっていうところで、結構これ見てる人は、時効の問題とか結構気になってる人もいるんじゃないかなと思います。というわけで本日のメトラキーワード、刑事訴訟法254条2項について。刑事訴訟法254条2項は、共犯者がその犯罪について裁判をしている間、裁判を受けていない別の共犯者も時効の進行が停止する規定。一度停止になった時効は共犯者の判決が確定した時点から再び進行するんです。霧島の時効が成立しなかったのは、東アジア反日武装戦線狼のメンバー大道寺綾子の裁判が関係しているんです。同時期に活動していたテロ集団日本赤軍が奪下事件と呼ばれるハイジャック事件を起こした際、人質解放の条件として大道寺の引き渡しを要求。人的被害の拡大を懸念した日本政府は大道寺を引き渡し、以来国外逃亡した彼女の裁判は現在も停止状態になっているんです。要するに大道寺の裁判が停止したことで、共犯者である霧島の時効もずっと停止したままになっていたんです。このようにしながら50年の時を経てもなお指名手配中となっていた霧島、鎌倉市内の病院へ駆けつけた警視庁公安部は、霧島と名乗ったその老人が本当に霧島本人か否か身元の特定を急ぎました。霧島について公開されていた情報は次の通り。霧島さとし1954年1月9日生まれの70歳、広島県出身で大学進学に伴って上京。明治学院大学に在学中、東アジア
ア反日武装戦線に参加し、複数の爆破テロに関与。身長160センチ前後、強度の近視で眼鏡をかけており、足が細く広島弁、顔にはニキビの跡があり、唇は厚め。末期がんで入院していたその老人には、50年の月日が経過していたこと、病気の影響で痩せ細っていたことも合わせ、手配写真の面影はほとんどありませんでした。しかし事情聴取を行うと、老人は犯人しか知り得ない情報や家族についての詳細を語り、霧島本人である可能性が高いと判断されたんです。その後、警察は血縁関係者の DNA サンプルをもとに老人の DNA 鑑定を実施。そして2024年2月2日、親族関係に矛盾なしという結果が発表されたんです。こうして老人が霧島本人である可能性はさらに高まり、以降も警察は本人と断定するために調査を続けている状況。一方、霧島は DNA 鑑定の結果を待たず、鎌倉市内の病院で他界。結局逮捕されずに生涯を終えたその様子に、一部では勝ち逃げの声も上がっているんです。こうやって最後まで逃げ切ってね、勝ち逃げっていう表現をよく聞くんだけど、実際のとこ勝ちなのかしらね。なんかずっと怯えて暮らさなきゃいけないわけでしょ。よっぽどなんかね、罪を償った方がより幸せな人生になる可能性もあると思うけどね。殺人まではね、犯しているわけじゃないんで、やり直すチャンスっていうのはね、何度もあったとは思うんです、うん、実際のところ霧島は50年間どのような逃亡生活だったのか。霧島を名乗るこの老人が現れて以降、本人やその周囲の人間から霧島の生涯が徐々に明らかになっていくんです。長すぎた逃亡生活。1975年5月、新宿歌舞伎町の飲食店でバイトをしていた霧島は、東アジア反日武装戦線の主要メンバー8人が逮捕されたことをニュースで知りました。そして同時に自分が指名手配されていることも。その後、渋谷区内の銀行で貯金を全額下ろした霧島は、5月31日、広島の実家にこんな電話をかけています。岡山で女と一緒にいる。以降、一切の消息を絶っていた霧島、2024年1月に自ら名乗り出るまで、彼はどこにも霧島聡としての痕跡を残しませんでした。では実際のところ、霧島はこの50年何をしていたのでしょうか。霧島を名乗る内田博が神奈川県藤沢市の公務店に勤め始めたのはおよそ40年前。身分証のない彼は銀行口座を作れなかったため、給料は全て現金受け取り、連絡は主に公務店から支給されたスマホで行っていたとされています。自宅も公務店が法人契約したアパート、6畳弱の乱雑な部屋で、風呂とトイレはなし、寝ぼしいものはストーブとラジオ、ギターぐらいしかなく、金銭的に厳しい生活を長年送っていたようです。時には深夜にギターを鳴らし、騒音問題で通報されることも。しかし一度警察の注意を受けてからは、騒がしくすることもパタリとなくなったといいます。それはちょっと、これ身分証がないとさ、できることも限られてくるわよね。どんな気持ちで霧島は生活を送ってたのかしらね。日々の音楽が好きで、ギターとかもね、好きで、こうライブバーとかもよく行ってたみたいで、めちゃくちゃ楽しんでんじゃん。楽しんでるわね。内田の行動範囲は主に近所のスーパーと銭湯、そしてライブバーでした。早朝から午後まで公務店で働き、午後3時から6時頃に銭湯へ。1時間ほど入浴した後、脱衣所でストレッチをしてから従業員や常連客と雑談。銭湯の従業員によれば、気さくでいい人という印象で、指名手配犯だとは思いもしなかったといいます。銭湯には指名手配のポスターも貼られていたといいますが、それは内田が通わなくなった2020年前後からのこと。内田が通っていた当時に貼られていれば、ひょっとすると通報されていたこともあったかもしれません。この他、内田は音楽好きで知られ、月に数度ライブバーへ出かけていました。諸腰が柔らかく、酔いが回ると話し相手をお主などと呼ぶキャラクターの濃さから、ウッチウーヤンなどと呼ばれ親しまれていたとのこと。みんなと親しくしていました。音楽がすごく好きで、ライブがあったりすると盛り上げ役になっていましたね。仲間たちにそう評される内田は、時には自身もギターの演奏を披露。演奏は決して上手ではないものの、60年代や70年代のロック、ブルースなど玄人好みの選曲で場を盛り上げていたといいます。また仲間内でプレゼントを送ったり、体調の悪そうな客がいると薬局まで風邪薬を買いに行ったり、この他よそで知り合ったアーティストを店に連れてきてライブをさせてやってほしいと頼むなど、他人を思いやる姿をたびたび見せていた内田。おごられることや写真を撮られることを嫌ったり、政治の話になると急に熱くなるなど変わった部分もありましたが、確かに彼は多くの仲間に愛されていたといいます。しかし内田は数年前から長年通った銭湯にもライブバーにも姿を見せなくなりました。本人はコロッが怖いと語っていたとのことで、それは保険証がないのを懸念してのことだったのかもしれません。内田はそんな生活の中で、いつしか胃がんを発症し、徐々に体調を悪化させていきました。そして2024年1月、病院で死期を悟った彼は、長年親しんだ内田博士の名を捨て、改めて霧島聡を名乗ったんです。内田は事情聴取に訪れた捜査官に向かい、最後にこんな言葉を残しました。後悔している。
決して裕福ではないものの、行きつけの銭湯やライブバーでは楽しくやり取りを交わす仲間もいた。その生活、優しい性格だったとされる内田は、仲間たちに正体を隠して接する自分に少なからず後ろめたさを感じていたのかもしれません。霧島聡の罪状を踏まえれば、想定される刑期は懲役15年前後。その状況で彼はなぜ罪を償いやり直す選択ができなかったのでしょうか。